私は日本共産党を代表して政府提出の新テロ特措法延長法案に反対、民主党の対案に反対の立場から討論を行います。政府は2001年以降 9.11 テロに対してアメリカが始めた報復戦争を支援してきました。自衛隊をインド洋に派遣し、アフガニスタンへの空爆を行う米軍艦船などに給油支援を行ってきたのであります。このような活動が憲法9条に真っ向から反することは明白です。自衛隊は直ちに撤退すべきであり、法律の延長は断じて認められません。現在の法律は1年前この国会で大問題になりました。昨年の参議院選挙の審判を受け、安倍内閣は政権を投げ出し、自衛隊はインド洋から撤退したのであります。ところが福田内閣はあくまで自衛隊派遣に固執し、参議院が否決した法律を衆議院の3分の2の多数で再可決し押し通したのであります。今回与党と民主党の合意で本会議での趣旨説明、質疑を省略し、特別委員会での質疑もわずか2日で打ち切り、昨日採決されました。解散をめぐる駆け引きで憲法9条に係る重要法案の審議をないがしろにするなど到底許されません。今アフガニスタンで必要なことは、これまでのやり方を根本から転換し、軍事から政治への切り替えを行うことです。アメリカによる報復戦争開始から7年、アフガニスタン情勢は年々悪化し、今最悪の状態に陥っています。国連事務総長は今年9月、治安情勢は著しく悪化し、8月の治安事件数はタリバン政権崩壊以降最多と報告しています。国際人権団体も米軍の空爆による犠牲者が急増し、アフガン国民の反発を招いていると指摘しています。米軍の掃討作戦が新たな憎しみと暴力を生み、さらなる情勢悪化を招く悪循環に陥っているのです。戦争でテロはなくせない、このことは今やはっきりしました。アフガニスタンのカルザイ大統領はタリバンとの政治的和解を呼びかけ、交渉が始まっています。イギリス軍の現地司令官が軍事的な勝利は不可能として政治的解決を求め、当のアメリカでさえ戦略の大幅な見直しを余儀なくされているのです。国連の現地特別代表は、今必要なのは軍の増派ではなく政治の増派だと強調しています。麻生首相は、各国が軍を増派するときに日本だけが撤退する選択肢はないと言いますが、これは国際社会の変化を全く見ないものです。アメリカ言いなりの派兵継続はやめるべきです。ましてやアメリカの要求に応じてアフガン戦費負担を検討するなど、もってのほかと言わなければなりません。政府は90年代以降、憲法9条を真っ向から踏みにじって、アメリカとともに海外で戦争できる体制づくりを進めてきました。とりわけ 9.11 テロ以降、インド洋や戦地イラクに自衛隊を派兵し、ブッシュ政権の先制攻撃戦略に付き従って、日本日米軍事同盟を地球的規模に拡大強化してまいりました。今やこうした日米同盟強化路線の行き詰まりと破綻は明白です。その根本的転換こそ求められているのであります。自衛隊の海外派兵恒久法づくりを企て、憲法を蹂躙するなど言語道断であります。最後に、民主党の対案はアフガン本土への自衛隊派遣、
恒久法の早期整備を盛り込むなど、憲法違反は明白です。以上、反対討論を終わります。